貫通型のキハ 85K1100 番台キハ8 5軽機動車は東海旅客鉄道の特急軽機動車である。会社発足後の新形式第1号であり、また東海旅客鉄道が運行する特急列車に掲げるワイドビューを最初に関した車両でもある。国鉄分割民営化により発足した JR 東海は国鉄から引き継いだキハ8 2軽機動車を 名古屋から日田、南紀方面の飛電化線区の特急列車に運用していたが、老朽化が進んでいた。そこで、キハ82系の置き換え及び所要時間短縮のために開発されたのが本形式で、1988年から製造された。1989年2月から、高山本線の特急、日賀に使用され、1992年からは、 紀勢本線の特急、南紀にも使用されている。1989年の通称産業省グッドデザイン商品に選定され、1990年にはブルーリボン賞を東日本旅客鉄道651系電車と争ったが、辞典となった。外観デザインは、手先正道、戸谷武志、木村和夫、松本哲夫、福田哲夫による。 本系列における衣装をはじめとする基本構成は以降の JR 東海で申請される在来専用車両の多くに基本仕様として踏襲されている。本系列で運用される特急列車の名称には頭にワイドビューが管されている。これは1738通の一般応募をもとに決定した。このワイドビューは その後新型特急電車が投入されたシナノ、品野や稲路、藤川にも関されるようになった。車両軽量化とメンテナンスフリーのため、車体はステンレスコーを用いた軽量化前体を採用する。外部塗色は、側窓の上下にダークグレー、その側層下部には、JR 東海のコーポレートカラーであるオレンジと白の帯を車体全体に巻いている。それ以外は、 無塗装である。戦闘部は衝突事故が起きた時などに復旧が難しいため、普通構成都市、腐食防止のために白色塗装を行っている。観光路線である高山本線や紀勢本線への投入が前提であったことから、長望性の確保について様々な配慮がなされている。非貫通型戦闘車は、傾斜をつけた流線型都市、三次局面の フロントガラスと運転台情報の天窓を採用し、運転席後部を全面ガラス張りとした上で、全面展望を確保している。貫通型戦闘車についてはやや緩い傾斜となっているが、両端の全面窓は側面に回り込む大型のパノラミックウィンドウとし、他の車両と連結する際には特殊な形状をしたホロを装着する。デザインテーマは、自然界と調和する。 暖かさと未来を想像させる宇宙感覚というものだったが、JR 東海の車両部車両化担当課長である森角見によれば、高山地区だと栗南紀方面だと2枚以外とか曲面になった特産物をデザイン化して戦闘の形状が決まったと後年インタビューで述べている。戦闘車前面には列車相性膜が設置され、悲観通型は フロントガラス下部の運転席側に横寸法の長い長方形状のもの、貫通型は貫通扉の倉下に正方形に近い長方形状となっている。方向膜は列車相性、行き先用途号車、座席種別用、上下別に配置しているが、後者を LED 式としている車両もある。側窓からの展望のために通路と座席の間に20センチメートルの段差を設け、 窓の縦寸法は9 5トルに拡大された。一部の車両ではバリアフリー対応として段差をなくし車両番号を1100番台または1200番台として区別する。普通車の座席の前後間隔はキハ80系の9 1トルから1 0 0トルに拡大した。冷房装置は駆動機関直結式で従来の特急系機動車のように編成中の 特定車両に搭載されたディーゼル発電機から冷房装置への電力を供給する方式と異なり、編成構成の自由度が向上している。グリーン車は2種類あり、一つは、火だ用に製造された中間車に組み込まれた普通車号作りの半出グリーン車であり、横4列配置でシートピッチを116センチメートルとし、定員確保がなされている。もう一つは、 南紀用の先頭車として製造された全室グリーン車で、こちらはある程度定員が取れることから、横3列配置でシートピッチを125センチメートルとしている。現在、キロ波車両は、ヒダ5及び南紀号とも定期運用時に連結されており、キロ車両はヒダ編成 10XX3 列車の定期運用に使用されている。 キハ84型に搭載されている CDMF14 ヘルツエンジン本系列の最大の特徴は日本製の国内向ける各車両としては数十年ぶりに輸入ディーゼルエンジンが搭載されたことである。日本国外の設計によるエンジンは1950年代にディーゼル機関車用のエンジンが日本でライセンス生産された例があるが機動車用としては戦後例のない試みである。 これは、所要時間を短縮するために、時速 120km で走行でき、軌道加速度を増やすためには、小型で高出力のエンジンが望まれ、国内も海外も調べた結果、要望に合致した性能を有していたのが、海外製だったのである。採用されたのは、アメリカ合衆国のディーゼル機関メーカーである、カミンズ社の直列6気筒、排気量 14L の直噴式。 ターボディーゼル機関 n t 8 5 5系である。各国のカミンズ社工場、ライセンス契約したメーカーによって、主事の仕様で製造される、汎用性の高い機関で、本系列のものは、カミンズイギリス工場製の水平シリンダー型タンタ 855R1 で、一両に2機を搭載する。高出力の駆動機関と、 自動制御化された多段式液体変速機と組み合わせることで、著しい速度向上を成し遂げ、電車に匹敵する性能の機動車と評された。キハ80系の自動空気ブレーキに対して、応答性に優れる電気指令式空気ブレーキが採用され、機関ブレーキコンバータブレーキも装備する。これは、機動車として初めて電気指令式ブレーキが採用された事例である。台車は、 洋断発機ボルスタレス台車の CDT57 型が採用された。これは国鉄時代のキハ185系の DT55 台車をベースに車体をつなげる牽引装置を振動が少ないものに改良している。線路に接する車輪踏み面は円弧踏み面と呼ばれるカーブに強い形状にしている。 基八85系0番台100番台200番台1100番台1200番台基波84型0番台200番台300番台キロ波84型キロ85系車歴本系列は1989年2月18日に特急、ヒガで使用を開始した運用開始時点では一往復のみの重刀であったが翌九百九十年三月十日のダイヤ改正にて すべての日騨に運用されるようになった。1991年3月16日のダイヤ改正で名古屋鉄道から高山本線に乗り入れていた特急北アルプスがキハ85系との並結を前提とした使用のキハ8500系に置き換えられた際、季節運転の日騨と並結して運転されるようになった。その後、1999年からは 定期運行となった日だと平結し、2001年9月30日の北アルプス廃止まで続いた。過去には場合運用としてホームライナーにも使用されていたが、これらが一般列車に変更されたため2012年3月改正後は使用されていない。2018年4月1日現在では名古屋車両区に80両が配置され、以下の列車、編成で使用される。 大阪駅発の、日田きハ85の衝撃緩和装置 HC85 系量産先行車2017年6月7日、JR 東海から特急、日田、南紀用として、新たに HC85 系の投入計画が発表された。2019年12月に量産先行車が完成し、各種試験を行い、2022年以降に本格導入予定である。 ありがとうございます。